須田かダム、須田がダムは、群馬県利根郡水上町大和藤原城大橋、一級河川、利根川本川上流部に建設されたダムである。東京電力株式会社が管理する発電専用ダムで、包み高72.0メートルの重力式コンクリートダムである。完成当初は、奈良又ダムと呼ばれたが、後に名称を、現在の須田かダムへと変更した珍しい。 経歴を持つダムでもある。ダムによってできた人造湖は道元湖と名付けられ、奥、ト根湖、ヤキ沢ダム、藤原湖、藤原ダムと共に奥ト根3湖を形成する。須田海ダムは戦前,前に東京電灯、東京電力の前身が中心となって計画した奥ト根電源開発計画の一環として計画され、 そして計画に基づき建設された唯一の水力発電用ダムである。戦前、人口の増加や軍需産業の発展により増え続ける電力需要を賄うため、全国各地で大正時代に引き続き水力発電の開発が推進されていた。当時電力行政を監督していた低新省は1937年、昭和12年により、 第三次発電水力調査計画を策定、技術的に可能である限りダム式発電所の建設を促進する方針を立てた。これにより、大規模な発電専用ダムが各河川で計画されていたが、当時内務省土木試験所長、東京帝国大学教授であった、物ノベが、河水統制計画案を発表。推計を一貫した河川開発を唱え、それは、 水力発電事業にも影響を与えた。東京電灯は豊富な水量と落差を有する、利根川に着目していた。特に、利根川最上流部の奥利根地域は、格好の開発地点であり、1935年、昭和10年により、奥利根電源開発計画を立ち上げた。これは、焼き沢地点、現在の焼き沢ダム地点と奈良又地点、そして、 宝川が合流する幸い地地点の3カ所に発電用ダムを建設し、水力発電を行うというものである。この時、奈良又地点に計画されたのが、須田海ダムの原点である。同時期には、群馬県が、利根川河水統制計画を進めており、両者の計画概要はほぼ一致していたことから、共同事業として進められていった。 当初は、焼沢地点に高さ102.0メートル、奈良又地点に高さ130.0メートル、幸い地地点に高さ53.0メートルのダムが計画され、この時点で須坂井ダムは日本最大のダム計画であった。ところが、低新省は、小瀬に、包み高85.0メートルのロックフィルダムを建設して、小瀬ヶ原に、 約3億トンの大貯水池を作り上部調整地とし、焼沢ダムを下部調整地にして、認可出力約40万キロワットという、当時日本際の水力発電計画、オゼ・ゲンダム計画を進め、オクトネ電源開発計画は、オゼ・ゲンダム計画に組み込まれることとなった。この時点で計画が変更され、幸い地のダム計画は、白紙となりならまたのダム計画も、 大幅に縮小されたのである。事業主体は、その後1939年、昭和14年の電力管理法による日本発送電の成立によって、東京電灯は解散し、以後日本発送電が計画を進めた。終戦後、電力施設の空襲や水力発電施設の建設中止などにより、電力事情は窮迫の度合いを強めていった。 低新省に代わり電力行政を監督することになった、商工省は引き続きオゼゲンダム計画を推進、トネ川、オゼゲン、た川総合開発計画を策定して、事業の進捗を図った。ところが1947年、昭和22年トネ川に過去最悪の水害をもたらしたカスリーン台風によって、首都、東京が水没した子から、 利根川の河川開発は一気に地水中心へとシフトされていった。経済安定本部は諮問機関である地水調査会の審議を経て1949年、昭和24年に利根川の新しい地水計画である利根川改定改め計画を策定した。これに沿って河川行政を監督する建設省、現国土交通省は 利根川上流に9基のダムを建設する計画を立案した。後の利根川水系8ダムである。この計画で、八木沢地点、八木沢ダムと幸い地地点、藤原ダムが多目的ダム建設対象地点に組み込まれたことにより、両地点の発電ダム計画は事実上建設省に移管され、日本発送電は電気事業者として共同参加するに止まった。さらに、 オゼ・ゲンダム計画も、ただ川みぞり県をめぐる福島県、新潟県と群馬県の対立に加え、1951年、昭和26年の電力事業再返礼により端した東京電力と東北電力のオゼをめぐる対立、翌1952年、昭和27年に発足した電源開発株式会社が、ただ川の水力発電事業に参入するに及んで、 混沌とした状態に陥った。事態の収拾を図るため1953年、昭和28年に電源開発調整審議会による調停が行われ、ただ見川の開発は電源開発と東北電力が主体となって行い、東京電力はオゼ沼に水利権を持つにもかかわらず、オゼ原ダム計画は棚上げとされた。こうして戦前には、 最大で4基の大規模水力発電用ダムを有する大規模水力発電計画であったオクトネ電源開発計画は河川行政と電力行政の激変の中で縮小に縮小を重ね最後まで残ったのは奈良又地点のダム発電所計画だけとなった1952年よりダム本体の建設が始まり3年という短期間で1955年 昭和30年に完成した。須田海ダムは、利根川本川に建設された初のダムである。着工は、下流の藤原ダムの方が早かったが、完成は、須田海ダムの方が、藤原ダムより、約2年早かった。これは、藤原ダムに比べ保証交渉があまり難航しなかったことによる。ダムに付設して建設された須田海発電所、認可出力。 4万6000キロワットは日本では初の試行例となった地下式の水力発電所である。1967年昭和42年には水資源開発公団現独立行政法人水資源機構により焼き沢ダムが完成したが、この際に運転が開始された焼き沢発電所は河川の自流水を利用した。 自流混合式用水発電として建設され、焼沢ダムを上部調整地、須田海ダムを下部調整地として利用することとした。この焼沢発電所の認可出力は24万キロワットであり、富根川本川に建設された水力発電所としては、重用水式発電所である丹原発電所、上部調整地、丹原ダム、下部調整地、藤原ダムに次ぐ出力を誇る。 発電された電気は首都圏に送られている。ダム直下には東京電力の PR 館があった。水力発電で使う実物大の水車や明治中期の水力発電黎明期に使用された発電用機器が展示され、また発電所の見学も行われており、実際に稼働している発電機を見学することもできた。ダム完成当時は奈良股ダムが正式名称であり、 須田海ダムの名前は地元の別称として使われていた。だが、ほらもとこに注ぐ奈良又川に1973年、昭和48年、利根川水系水資源開発基本計画に基づく新しい多目的ダムの建設計画が発表された。奈良又ダムである。高さ158.0メートルという当時日本第3位の大規模ダムは首都圏の水亀として、 水資源開発工によって建設が進められ、1990年、平成2年に、利根川水系8ダムでは最も新しいダムとして完成した。ところが、奈良又ダムの完成によって、事故措置がえど、読みが全く同一の、奈良、又ダムが2つ、それもわずか数キロメートルという至近距離に存在するという事態になった。このような例は日本で過去に例がなく、そのままでは、 混乱をきたす可能性があった。そこで、奈良又ダム完成の同時期、東京電力は奈良又ダムの名称を変更することになり、地元を中心に通用していた、須だかえダムを正式名称とした。通称が後に正式名称となったダムは、前例がないが、読みに関してはこの後同じ東京電力管理の丹原ダムが、当初、玉原ダムであったところを、地元の故障に合わせて、 タンバラダムとした例がある。ダムによってできた、人造湖、道元湖であるが、湖に注ぐ、洞元の滝より命名されている。近くには、宝川温泉や湯の小屋温泉があり、秘境の温泉地として知られている。なお、須田海ダムから右折すると、奈良又ダム、直進すると、焼沢ダムへと通じている。春先の雪解けシーズンにはダムからの放流が見られるが、 毎年6月から7月の間、年1回だけ、ヤキサーダムとナラマタダムの試験放流が行われる。この時にも、須田海ダムは放流を行うため、下流の藤原ダムを含めて、利根川上流の4ダムが一斉に放流する珍しい光景を目にすることが出る。この時には、多くの見物客が訪れる。ダムへは、関越自動車道、水上インターチェンジより、 国道291号を水上温泉、湯潮温泉方面へ進み、大穴地点で、群馬県道63号水上片品線へ、右折する。途中道路が二つに分岐するが、いずれからもダムへは行くことができる。直進すれば、藤原ダム方面へ向かい、左折すれば、藤原港を経ずに、宝川温泉まで、ショートカットできる。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。